だ、取らないと。ハヤト、ハヤトが行く、ハヤトが。じゃあお家で孵化させてみようか。おーあやさん、うん、何やってんの？温めてる。何を？卵を。それさ、うん、温めても孵化しないらしいよ。あ、別の方法で孵化するんだって。やってみようか。うん。これに必要なのは水。はい、お水になります。はい。この中に卵を沈めてしばらく待つと、中から何かが出てくるそうです。はい、なんか見えとる。本当？お水が入りやすいようにちょっとあらかじめなんか穴が開いてます。見えちゃった。はい、何が見えるかな、見えるかな。もう見えてます。はい、何が入ってると思いますか？ピンク色の何か。ピンク色の何か。はい、ハヤト君は？ゴールドの何か。ゴールドの何か、はい、あとは孵化してからの楽しみだね。はい、入れます。せーの。現在こんな感じでぷかぷか浮かんどります。下に打ったやつもう孵化するやつよ。うん、どうなんだろうね。はい、じゃあ楽しみに待ちたいと思います。はい。何日ぐらい待てばいいやろ。はい、待ちます。レッツトライ。さあ、あれから1週間経ちました。はい、卵はどうなったでしょうか。割れた。割れた。割れた。じゃあ何色のが生まれたと思いますか。ピンク色。そう言ってたね、あやさんね。うん、ピンク色。僕は黄色色とか、ゴールド。ゴールド。ゴールドな。うん、あと茶色。茶色。茶色で、いくよ。せーので、てったらー。あれ銀ゴールドのやつな。トリキュートロプスだった。ピンク色の。え、ゴールド出てないじゃん。茶色も出てないじゃん。じゃあちょっと取り出してみようか。これでしょ。あ、なんかお尻ついてるよ。お尻。ね、これって割って生まれたのかな。ちっちゃかった。これは実は水に入れたら孵化するときに中のこの恐竜さんだね、恐竜さんが膨らんで大きくなります。元の殻見たら分かると思うけど、ちっちゃいね、殻。そうそうそう、ほら、こんなちっちゃかったっけ。そうそうそう、ちっちゃかったの。ちっちゃかったやつから中からそんだけ大きな恐竜さんが生まれました。もしこれでバキバキ、これじゃないの。はい、はい、ちょっと一回恐竜さん拭いてあげて。ちょっと待ってな。あーちゃん、これ卵持ってみて。ちょっと殻を押しつぶしてみ。せーの、で、パキッ。あ、おやつ。それは硬いんや。おやつやろ。じゃあもう一回違うやつ食べたらあかんよ。チョコエッグじゃないよ。せーの、パキ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 。今回出てきた恐竜さんは膨らみすぎだね、これ。うん。これ、ここら辺がほら、ちゃんとした形のままの子かな。私これ、これ乾いたらちっちゃくなるのかな。うん、そうやと思う。ピンクの子、このトリケラトプスかな。中も綺麗。中も綺麗。はい、相当水がふやかしすぎたのか、ボヨンボヨンしてます。しかも、ちょっとやっぱりあれかな、欠けてるのがありますね。
はい。今日は成長恐竜ディオンで遊んでみました。クラブマン面白いね。バイバイ、また見てね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録